皆さん、おはようございます。マーティン。では、脈ボーイ、キングルクです。プロ野球優勝の請負いの選手は誰でしょうか？そう、広沢克己選手です。トンネルズのスポーツは、俺らでも何度か出てましたね。はい。広沢克己選手は大学卒業後、東京ヤクルトスワローズに所属。ファースト、サード、内野だけなく外野もこなせる選手でございまして、ヤクルトの優勝にも貢献し、HI 法、池虎コンビということで、池山と広沢のコンビ、愛称は虎さんというあだ名でしたね。はい。ヤクルトに優勝貢献、その後、フリーエージェントで巨人に移籍、巨人に移籍しても、まあ、外野で起用し、優勝に貢献、その後、阪神に移籍し、2003年最後に優勝し、現役を退いた。まさに優勝の受け負い人です。はい。いや、広沢選手獲得したのは打点王のみですね。勝利打点王も含めて打点王。もう守備もいいゴールデングラブ賞、ベストナインにも選ばれてはおると思います。で、まさに引退後はバラエティでもよく出てますね。解説者だけでなく。広沢克己選手どう思いますか？すごいですよね。はい。トンネルズのスポーツは俺らでも、トラさんという愛称を使いましたね。はい。リアル野球版でも出てますね。はい。というわけで、プロ野球優勝請負人のお話でした。バイバイ。